ですね、それで言うと私謎解き全然好きじゃなかったので、そのちっちゃい時から数学は好きでとか何ですかって言われるんですけど、全然避けて歩いていて、イベントは好きだし文化祭とかそういった楽しいことは好きだけど、全然数字はちょっと違うなって、私の人生に数学が絡んでくることはないだろうなと思って生きてました。やっぱりその何か物語を体験してもらう体験型のゲームを作るときに、謎っていうツールはすごく優秀で、謎を解くっていう風にすると能動的にやっぱりみんながなって、自分でグッと入り込むっていうツールとしてはやっぱり他に超えるものってなかなか見つけられなかったので、じゃあこの謎を攻略しないといけないって思った時に、まず私が謎と触れ合わないとっていう課題が出てきて、全然行きたくないけど謎のイベント行くとか、全然やりたくないけど問題集解くとかやってました。苦痛でした、苦痛でした、全然解けないから。まあ、私の場合は本当に体験したこと全てが自分が作る体験型コンテンツに反映できる可能性があるので、ラッキーな職種だなとは思っています。なので興味がないことも体験しないといけないなと思ってますし、もちろん興味あることはどんどん体験するんですが、全然運動とか好きじゃないんですけど、じゃあボルダリングってのが流行ってるらしいったら一回やってみますし、でもう一生やらないってもちろん思ったりすることもあるんですけど、なんかそこはじゃあ体験して、なんで自分はこれ面白いと思ったのか、なんでこれは面白くないって思ったのかっていうのを分析して、でもこれを面白いと思う人は、自分はつまらないと思ったけど面白いと思う人はなんで面白いと思ってるのってやってる人に実際に聞いたりとかして、でそれをまたその空間作りに生かしていったりしてます。はい、中村月音さん、いやでもなんか悩んでる内容がすごい過去の自分もこういうことに悩んでたなっていう、はい、ところでよくわかります。はじめまして。はじめまして、中村月乃です。都内で写真とか映像とかしてるんですけど、将来の夢というかやりたいことは、空間を演出したりとか、こう人を楽しませるものを作りたいなと思ってて、なのでこの機会を生かしてこうそういうのを作るプロセスとか、なんか私が何か生み出すきっかけを作れればいいなと思ってます。たくさん文章を書いたりとか、うん、物語を立てたりするのって、うん、一人で全部考えるんですか？私はプランニングをして、こういう場所を作りたい、こういうデザインにしたいとか考える。じゃあそれを実際にその落とし込んで、人が来れるようになるにはどうしたらいいかってこう考えてくれてるスタッフもいたりとか、その企画ごとにいろんな人にお願いして、動いてもらうっていう感じですね。じゃあその各役割の人たちにお願いをしているのは、うん、キラさんが中心になってみたいな、そういうアイディアとか、はい、これが面白いんじゃないかなっていうのを思いつくのってどんな時ですか？でも今も喋りながら思いついたんですけど、いろいろ出ててすごいなと思ってそれはでも毎日考えていて、こうやってじゃあ月乃ちゃんと喋ってる時に、なんかさっきいろいろと聞いてたと思うけど、あ、なんかじゃあ高校生の子ってどういうの面白いって考えてるのかなって知ったりとか、友達とご飯食べてたりとか散歩してたりとかする中で、割と日常的にいつでも思いつけるような準備をしてます。じゃあ日常とお仕事を、割とお仕事って割と関わってる状態。私の場合はもうそうですね、寝る直前まで考えてます。夢に見る時もある。それってなんか切り替えとかが大変だったりとかしないんですか？切り替えは、切り替えをしたい人にとっては多分大変なんだけど、うん、私の場合は結局自分が生きている中でもこういう体験があったら面白いなっていうものを作っているので、切り替えがあまりないというか、生活の中にもヒントがすごくたくさんあるので、なんか一生懸命生活をするとか友達と遊ぶってこともすごく大事なアイデアのヒントだし、もちろん仕事の場所できちんとそれを実行していくとか、お金を稼ぐみたいなところも大事だと思っているので、実は私は切り替えがないです
理解がないないけど苦じゃないです。なるほど、はい、こうなんか自分が例えば飽きちゃうとか、そういう怖さってないですか？でも飽きたらやめればいいと思う。飽きたらやめる。それはなんでかっていうと、やっぱり月乃ちゃんもそうだと思うけど、今何がやったら面白いかなって考えてやってるから、いろんなことをやっているんでしょう。でそれは今あのやり始めたけれども、あ違ったなとか、あこれは今世の中に必要だと思ったけど今じゃないなってなってることなので、私はやめることがあのダメなこととは思ってない。でやめて、その自分の24時間の時間でまた次の新しい面白いことを探せばいいって思ってます。やめんなって言われると思ったでしょ。やめていいんだよ。選択肢が多いし興味もたくさんあるし。でもじゃあ好きなものが100個あったら、その中で感じランキングがつけられないわけではないと思うんですよね。なのでまあ幸運にも例えばこれに人生捧げようってものを見つける、あのものを見つけるのがもちろん早い段階で見つかったらそれは幸運だけども、それも幸運なだけで、それが見つからないって時はやっぱりそのいろんなものに興味あるものはやっぱ触ってみて、でその時に私がその諦めてもいいやめてもいいって言ってたのは、それが選択ですよね。このちょっと面白くないと思ってるけどこれ続けるのっていう、ゲームでもいいと思うんですよ。アプリゲーム2個同時に進めるのしんどいなって、じゃあどっちが面白いだろうって考えて、じゃあこっちやめようって言ってもう一個のものを続ける、それはポジティブな選択だと思うので、そういった選択をし続けて自分が本当に好きなものとか本当にやりたいことっていうのにたどり着いていけばいいし、それに10年かかっても、例えば5年で見つかっても、そっからじゃあ10年かかったとしたら、10年間ブランクあるから頑張ろうってなって、でもその時の10年のじゃあ別のことをしていたあの時間って絶対に無駄にはならないというか、私もじゃあ何かイベント作るって時に、今までの人生経験全てがそこに、使えるというか、じゃあ、 青春ものとかもよく作るんですけど、その時って高校生の時のなんか好きだった男の子思い出したりとか、友達と喧嘩したのとか思い出して作ったりとかするので、経験ができないことは絶対にないので、興味がすごくたくさんある人はもう全部触ってみて、取捨選択していって、でバンって見つけた時にそっからどんだけ頑張れるか、そっから緩やかに頑張って、例えばもうその50歳とかになってそれを見つけたらもう正直相当スピード上げて頑張んないと追いつかないじゃないですか。なんで見つけてからの勝負、それまでは全部触ってみればいいんじゃないかなと私は思います。でも選ぶっていうのもそこで決まるわけではないっていうのがあって、結局さっきやめればいいし、興味あることは全部触ってみればいいって言ったけれども、じゃあ例えば仮にその写真のことがやりたいから芸術系の大学進もうって思って行ったとしても、でもどこかでじゃあ飲食業にも興味があったなとか思ったら、そこでアルバイトすればいいじゃないですか。なんか一個に決めないといけないっていうふうに思いがちだけれども、その一個はじゃあ今全部テーブルに並べてみて、一番興味があるとか、一番可能性を感じるとか、一番その4年間という時間を使ってみたいっていうものを選べばいいと思うんだけど、でもそれ以外のテーブルに並べた選択肢を捨てなくてもいいなって思います。手に後戻りができないわけではない。後戻りなんて全然できると思います。時間は戻らないけど、後戻りはできる。手紙に書いてた内容、なんかいろいろ自分が悩んでることとか書いてたんですけど、こう自分が思いつくような思考じゃない意見をたくさん聞けて、なんかすごい新しい風がめちゃくちゃ吹いてるみたいな気分になりました。なんか人と話したりとか何か行動して何かを得るっていう大事さが結構分かって、いろんなことを行動してなんかもっと吸収でしていけたらなと思います。応援してます。ありがとうございました。ありがとうございます。
でもまあ今日言った通り、失敗してもいいし、選ぶものは1個じゃなくていいし、辛くなったらやめればいいしっていう気持ちで、この今のこのすごく好奇心旺盛でいろんなものが大好きっていう状態を見続けてほしいなって思いました。それはでも自分が一番この状態が一番いい月乃でいられるんだっていうものを選択してほしいし、選択するときにたくさんの選択肢の中で1個選ぶときに、特に好きなものが多い人って選びづらいんですけれども、じゃあこの中で何が今一番後悔ない選択かっていうところを自分に問いかけて、いろんな好きなものを選んでいってもらえれば、それを繰り返しているうちにきっとその彼女がやりたいと思っていたこととかができるようになっていくんじゃないかなと思います。なので、勇気を持ってこの沼に飛び込んで、周りの人に何て言われようと、こう自分がやりたい、面白いと思うことを貫いていってほしいなって思いました。私、手紙書く前、なんか選択肢が多くって、自分がやってることが本当にこれでやってるのかとか、この先これを仕事にするのか趣味にするのかみたいなところで悩んでて、なんか多分正しい選択をしなきゃいけないみたいな、自分に合った選択を一発で当てなきゃいけないみたいなのが多分どっかで思ってるのがあって、なんかその自分にぴったり合うものっていうのがすぐに見つかるわけじゃないみたいな感じだと思ったんで、話してる中でその時その時で後悔しない選択っていうのをおっしゃってて、確かにその選択が正しい正しくないというか、自分自身がその選択をして後悔しないかとかが重要なんやなって思いました。やっぱり人と話して自分の不安の先に行った人からの言葉を受けると、なんかそれがもし本屋さんとかネットで読んだ情報と一緒でも結構自分に刺さるっていうか、この手紙でもそうなんですけど、自分のために発してくれてる言葉って結構自分の中にストンと入る気がして、手紙はデジタルと違って相手の気持ちが重みのある言葉として残るので、また悩んだ時に読み返すことで落ち着ける気がします。キラさん、本当にありがとうございました。すごく自信がつきました。